小ギタリスト、ギター芸人、小田弘之でございます。よろしくお願いします。そして、トロンボーン、ボーカル、黒岩ジョージ。よろしくお願いいたします。彼は日進館の支配人でございます。皆さん、日進館の支配人の顔を覚えましたから、なんか日進館で困ったことがありましたら、どんな些細なことでも我慢してください、ね、そう言わないというのが大事ね。日進館、自然が豊かでしょう、うん、なので、去年もね、なんと熊3頭出ちゃったんですよ、うん、でね、2頭は捕獲したんですよ、はいはい、観光協会の。で、1頭今ここにいるんですけど、やかましいわ。もうさんざんっていう曲でした。はい、さんざんだ、ね、皆さん旅行でいらしてますけど、私もね、ここ帰ったらすぐにフランスに渡米する予定なんですよ。フランスに渡米って言われて、ジョージ君実はもう結婚されてて、ありがとうございます。なんと奥さんが女性なんですよ。もともとモデルかなんかやってたんじゃないかなって思うような、全然普通 の一般人の、ね、方と、まあ、チンパンジーにしたら綺麗な奥さんね、美人、本当に美人なんですよ、冗談の気で、色白でお酒が好きなんですよね。チャミスルなんか飲んだりとかしてるらしい、ちょっと色白の顔がね、ポッと赤くなって、カメレオンみたいな女なんですよ。褒めてるわけないわかんないだもん。爪大丈夫ですか？爪ね、やっぱり削れてきちゃうんですね。だから僕コーティングしてるんですけれども、コーティングしててもやっぱりライブ1回やると短くなってきちゃうんですけど、僕ちょっとね、変わった体質してて、また伸びてくるシステムになってるんでね。そうなんですか。